皆さんこんにちは。ですね、非常に汚いこんな感じね。もうすごい、まあ、花粉とかなんですかね。雨ちょっとねすぐ汚いんで、洗車ですね。洗車担当、洗車をさせていただきたいと思います。はい、という感じでね、ちょっと洗ってるんですが、はい、あんまりそういう洗い方良くないんじゃないかとかね、あんまりいろいろあるかもしれませんが、はい、洗って今でございます。はい、時間がねあんまりないので、早くしないといけない。同じ方向に本当はわーって洗っちゃうみたいなんですけど、やっぱり一応ホコリがやっぱりいっぱいついてるんで、一方向にちょっとやる感じにしているわけでございます。あと水をたっぷり、横とかはすごい水は未だにこう弾くんですけど、上の方はすぐ弾かなくなりますよね。まあ、日が当たってるとかそういうのもあるのかもしれないですけど、
ったんで、よいしょ。やっぱり色が黒なんで汚れがすごい目立ちますよね。で大抵やっぱり色はねシルバーとかああいうのが目立たないので黒は大変みたいなねよくネットとかでもね書いてあると思うんですよ。確かに大変ですよね。ただまあ車ちっちゃいんでそんなに大変洗うのに自体はそんなにね大変じゃないっていうのがあるんでその点はいいですかね。そう、まあ、何分ね中古車なんで色は選べないで、まあ、値段とのバランスっていうんですかね、ちょうど去年やっぱり3月もうね、3月終わりぐらいになると年度末でディーラーが安く出すんですよね。でそれを結局、まあ、買ったわけですよね。でこうやっぱりねナビとかも欲しいじゃないですか。まあ、いろんな装備とかねこういろいろついてると値段で大体もうみんな中古車のねあれ見ればすぐ値段が横並びでなってるんでその中でやっぱり年度末安いんですよ。安いのがあるわけでやっぱりみんなね探してる人いるわけですよ。その台数がねまあ、コペンの場合はそんな台数がいっぱい売れる車両ではないと思うんですけど欲しい人は取り混ぜるからでちょっとですね割安なのが出るとすぐあっという間ですよね。すぐもう売約済み。そうするとなおさらじゃないですか。なんか出る次出るとね、あ、これだ。何でもそうなんですけどねいつでも買えると思えばなかなかね手は出ないんですけど買えないとか、まあ、そういったことになるとすぐ欲しくなるっていうのが、そういえばなんかこのクーペのやつが発売になってたかと思うんですけどあれってどうなんですかね。予約殺到してるんですかね。あ、ちょっとねまだまだやっていきたいと思います。